多分水がマグマですね。はい。行っちゃってる。で行っちゃった。ボンジュール。こんにちは、ウンリーです。はい。今回も変わったワールドでエントラ討伐を目指していきます。はい。もうちょっと一番上にあるんですけど、名前の通りゲームモードカオスらしいです。入ってみます。モンクラ。いやでもね、そう、一回もう入れてね、試しに入ってみたんだけど、やばいのよ。なんかもう、ムキムキのおじさんいるし、なんか一つ目のなんかピンクと白の怪獣いるし、普通にその辺にラベジャーいるし。ほら、ムキムキのおじさんいるでしょ、これ、ほら。待って、早いんだって。ムキムキのおじさん、これ多分ゴーレムなんだけど、もう常に敵対状態で、踊ってきます。もうやめてください、やめてください、やめてください、もう、ね。しかももう、めさせた。もう、ワールドリセットすればよかった。ワールド、いや、またほんと、マジで早い。白熊。白熊、やめて、やめて、やめて。待って、ほんとにもう、これ多分白熊なんだろうけど、白熊もずっと敵対状態で襲ってきます。やだ。もうマジでさ、多分ゴーレムなんだろうけど、このムキムキのおじさん、普通にキモいっていう、ムラあるけど、あ、ハイソンじゃん、これ、ハイソン。ハイソンじゃねえか、よいしょ。もっと、いや、1ダメージも食らいたくなかったけど、無理なんだよ、これ。無理じゃん、もう。一旦、この辺で。待て。リスチ設定したい、リスチ。リスチ、リスチ、リスチ。もう、本当に待ってよ。待て。はいはいはい。レスポンス設定、オッケーオッケーオッケー。どうやってやればいいんだよ、この野郎。どうしたらいいどうしたらいい。なんか村人ゾンビの目おかしくない、なんか。行っちゃってるよ。行っちゃってる。で、行っちゃった。どうしよう。でも、こっからどうしよう。マジで、今日はエンドラ討伐チャレンジということで、クリアできるかはちょっと正直不明です。やめてくれ。もうただでさえやばいのに。なんかね、聞くところによると、ネザーのがやばいらしいので。どうしよう。ああ、もう無理。あ、一枚通れないもしかして。通れないだろう。いや。やっと木型に入ります。今回もうやばいですね。もうちょっと前に、真のクラフターモードってものをやらせてもらったんですけど、多分それよりやばいんじゃないかと思う。やばい。絶対やらないとか言ったけど、やっぱこういうのやりたくなっちゃうんだよ、それね。はい。白熊。とりあえず白熊にめちゃくちゃ割れるモードだな、多分これ。なに待って。はい。嘘でしょ？なに待って。は？なに意味がわからない。サボテンに引っかかるとこうなるの、もしかして。たまたまこれ。え？サボテンに引っかかるとこうなる、もしかして。え？なんとなくわかったかもしれない。やめて、これ絶対死んだ。無理。なんかサボテンに引っかかるとこうなる気がする。やめて！お願い！やめて！洞窟の中に白熊がいる状態。やめて。無理。上がりたい。はい。ブロックない。あ、詰んだ。さよなら。ちょっと待って。もう一回だけ言います。そういうことだな、やっぱ。サボテンに当たると、多分サボテンの下に行っちゃうわ、これ。ブロック壊してんしな。へぇ。そして多分こんな、なんか、こんな顔してなかったよね。ブラウズゾンビ。剣ちょうだい？くれんかった。やっぱな、これ、ただモブが強化されてただけじゃないわ。やば。これもね、ほぼ処刑に近い感じで、やろうと思ったんで、あんま下調べしなかったんですけど、やばそうだ、今回も。よいしょ。
ああ、なんかラペジャ湧いたんだけど。無理やって。よいしょ。よし。これで隠れて、もう気を取って。ツール作っちゃえばこっちのもんかなと思ったけど、全然そんなことないな。ツール作ったとしてもだな。はい。何？え、待って待って。待って待って待って、これ。多分、水がマグマですね。はい。いや、一個ずつ、学びはあるっちゃあるけど、作業台とかないかな、作業台。作業台。作業台はありますか？ご飯はありそうだな。作業台欲しい。そこの取っちゃおう。はい、そんなのかどうかもわからないけど。あれ、なんだ、かまど？クラフト？ちょっと待って。これもしかしてテクスチャもバグってんのか？テクスチャバグってる。そんな厳しいの？やばすぎでしょ？え？カオスだ、これは。カオスです。はい。え？何？ AGH？AGH って。は？何？ガハハハハ。いた。待って、理解が追いつかない、理解が追いつかない。は？ガハ。アウチ。これ無理なんじゃない？これ。え？なんか気持ち、なんか、アイテムが大きい気がするけど。痛い。え、これ、ちょっと海外のやつなんだけど、痛いとか言ってる。あれ？なくなった。あ、やった。痛い、ガーじゃないよ。ハズレを引いたのかな？シット。痛い。え、こんなダメージ食らうならもうやめよう、もう。痛い。これ自分で消して文字を打ってるわけではないんですけど、なんだろう、これ。あれ、どこで干したっけ？ここかな。痛い。おう、痛い。もしかして音声入力されてる？何？ボンジュール？あ、ボンジュール出ないわ。いや、わからん、よくわかんないけど。かまどが作業台、覚えました。こうします。はい。はい。OK。多分いけます。はい。はい。で、はい。適応能力。これは、あー、なるほどね。え？かまど壊したら、え、で、ラベちゃんかよ。って、かまど壊したらなんか、お腹減ったんだけど、なんで？え？理解が追いつかない。意味がわかんないもん。あ、で、ゴール見ないしな。ちょっと待って。はぁ？もう意味がわかんないもん。オー、オンリー、オールウェイズ。何？なんて書いてた？わかんないけど。なんか毎回英語でなんか出てくるもんね。無理。白熊ってなんか落としてなんか出てくるかな？え、なんかさ、ドロップされたアイテムがクソでかいんだけど、なん気のせいかな、これ。お、倒した。え、なんだろう。倒すとお腹減るんかな、これ。なんで？は？待って、意味がわからない。これなんかやってみる？鉄がないのか。鉄がないから、その辺にムキムキのゴーレムあるから、それをやっつけるか。ブロック詰めば、
多分モブ自体に変な効果はついてないはず、多分だけど。ペって1個だけ持ってっか。いや、2個持ってこう。逃げるー。よいしょ。難易度カオス。いや、マジでカオスよ。日本設定、OK。マジでもわかんない。え？なになに？なに？視野狭くなった？食べると変な効果つくんだけど、意味がわかんない、もう。ちょっと、何の動画やねんって思ってる人、とりあえずカオスです、今日は。自分もわかんないから、なおさらカオス。なんかついた。パン食べると毎回こうなるのかな？もしかして。意味がわかんないです。もう一旦、上登ろう。多分大丈夫ね、この辺には。湧いてくれるかな、なんか。うまい。いや、どうしよう。ピラミッド行くか。なんか、鉄とかあるかもしれない。いや、ゴーレムから鉄もらおうと思ったんだけど、本当に歩くの早いな、こいつら。ゴーレムから鉄をもらおうと思ったけど、ゴーレムが意外と湧かないので、なんか白熊とラベジャーとゴーレムは常時その辺に湧くんだと思ってた。よいしょ。あれ？やっぱなんか、砂壊すと、お腹が減る。で、パンを食べると、視界が狭くなる。オッケーオッケーオッケー。だいたい分かってきたけど。分かってきたけども、あ、ん？まだ分かんない。ブロックを壊すと、砂系のブロックを壊すと、お腹が減る。俵を壊しても何も起こらない。お腹減るわ。で、TMT 壊すと、あ、もうないね。OK, OK. ちょっとずつ分かってきたかもしれない。で、OK, OK, OK. はいはいはい。はいはい。これとこれと。鉄結構ある。鉄結構ある。OK, OK, 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 OK. 全然いい収穫。これで一応ネザーにはいけるようになりましたが、だんだん分かってきた。だんだん分かってきた。これは作業台。はい。かまどが作業台で、うさぎは、うさぎに近づくとうさぎは死んじゃいます。はい。砂系ブロックを壊すとお腹が減ります。はい。いろいろバグってるんだよな、多分。カオスってことは。はい、作業台を置きます。これは作業台です。あれ？もしかして作業台。あ、作業台表あった。こんな感じ？バケツ？一応ずる橋も作っちゃう。はい。はい。で、砂利を取ります。あ、そうだ、そうだ、待って、頼む。忘れてた。水はマグマなんだよ。どうしよう。一応取りに行くけど。水はマグマ。じゃあ、マグマは水？なんでだ？え、ちょっと待って。これ、砂系ブロック取っても大丈夫？いや、無理。ベッド、オッケー。一回死んでもいいけど、あれ？あ、これ、ツル橋じゃないわ。シャベルを使うと、お腹が減る、もしかして。もうなんか覚えなくても良さそうなことは覚えないでいこう。あ、でもとりあえず、あれだね。水はマグマです。水はマグマ。で、お腹食べると、ああ、視界が狭くなる。もうやだ。ちょっと、続けたくないもう。やだ！やるならやってくれ。安心で、このものを取りま、あ、取れない足んないんだった。そうだ。あ、ウェイクアップ。お？起きろって言われた。
ちょっと今のあの音なんですけど、私のスマホではありません。これゲーム内から iPhone で使う着信音、目覚まし音になってきたんだけど、そこスマホ持ってないよ。ちょっと待って、一個さっきタラ食ったら爆破が起きたんだよね。ちょっと待って、こっち向いて、はい。あ、今編集でつけた音ではなくてゲーム内の音です。なんかあーって言いながら吹き飛んでった。意味がわかんない意味がわかんないタラ食ったらタラが吹っ飛んでくるんだけど、え、なになになに、なにこれ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 、変なエフェクトついてんだけど、どういうこと。ずっとお腹減ってる。あ、何の声。お腹すいて力出ない。あー、なんか、え、え、待って、ずっとお腹減ってるんだけど、なんで。羊もなんかハゲとる、キモい。ねえ待って、本当に怖い、本当に怖い、本当に怖い。ホラー系じゃんこれ。たらもう一回食っとく。山にカミハミハ打ちます。はっ、以上です。え、どうしよう。え、あれ、お腹復活した、なんで。あ、そうか、タラ食ったからか。よくわかんないけど、ちょっと、死ぬの待ちたいと思います。いたしまーす。はい。外れた？お、外れた、外れた。よかったー。は？え、こんなとこに、苗木植えてないよ。待って、またなっちゃったんだけど、なんなの？まあ、ちょっととりあえずネスアニまで行きたいと思います。はぁ、あ、もうなんか疲れたや。以上。こっから行けたりしないかな。イカが浮いてる。ん？ビーチエピソード、これ家ってことかな。浜辺でのエピソード、ヒッチーしとつがね、めっちゃいいじゃん。3つ、あ、3つだからいけるじゃん、これ。よいしょ、行こう。こっから行こう。なんだこれは。なんだこれは。あ、なんか黒曜石がこれ、球体になってます。下がスケスケです。ちょっとなんか、気持ち悪いな。よいしょ。そもそんな音置いといて、ネザーに入って、ちょっと、今回は一旦終わろう。はい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 。ん？なんでお腹減るんだろう。ちょっと、意味がわからない。はい。え、ちょ、そう、やっちまった。水バケツを持ってると、手に出る。はい、とりあえず帰ってきたけど、よし、ビーチエピソード、やめよう、お願い、やめて。ここマジまずい。はい、いない。あ、なんだあれ、赤い何かいるんだけど、え、なんだろうこれ。豚、いや、キモすぎる、びっくりした。待って、本当に
マジ振動トラかと思った。え、待って、本当に振動トラかと思った。いや、違う違う、だってもう本当にやめて。やめて。ちょっと待って、やばい。顔面黒くない？いや、顔面黒いよ。エンダーマンみたいになってる。目合わせたものも大きいんや。いや、攻撃してくる感じでもない。なんかもう、気持ち悪い、このワールド。え、これ、ちょっと待って、いけるかな？それ前に。マグマだ、ガーッといってます。ある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 。持ってちゃダメ。持ってちゃダメで、はい。OK。これで寝さ入れるっしょ。待って、ツルハシもロストしちゃったから、やっと入れるけど、準備してった方がいいかな。オンクラ。待って、うるさい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 。むちゃくちゃゲームうるさい。何？急に。え？ちょっと待って。あ、全部ネザーラックってこと？あ、そういうことか。全部ネザーラックだ。こっちでツール作ろうと思ったのに。なるほどな。水は？あ、水はやっぱ使えないよね。なるほど。もう意味がわからない。はい。こっからどうしたらいいんだろう。なんか、なんだこれ。ネザークォーツの色も違うし。あんまモブがいる感じではないな。はぁ、あ。パリン、パリン。モグリン。あ、なに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 これ、なにこれ、なにこれ。コーグリン？コーグリンだと思うけど。めちゃくちゃ速いし、黄ばんでたわ。ちょっと、え、なんだろう。いけそうだったらこのままネザー要素までいっちゃいたいけど、キノコとか生えてるかな。ちょっと待って。あれ？あれ、もしかしてあれ、テクスチャバグってるわけじゃないんだ。木材から、作業台、カッコ、かまどが作れないんだけど。え、もう意味がわかんないや。とりあえず、ネザーオルチョロして、どうしましょう。オチが見当たらないっていう。あ、もうちょっと締まり悪いですか。ちょっとこの辺で終わりたいと思います。マジでわかんない。そしてなんか、音がします。ちょっと、概要欄にね、はい、このデータパックのダウンロードリンクを貼り付けておきますので、興味ある方はやってみてください。もうとりあえず、意味がわからないので、おすすめしません。はい。あれ、ちょっと最後に、クリエイティブでやってみるか。多分これはね、まあ、音的にゴールだな、これは。キモ。キモすぎる。キモすぎるわ。マジで。え？ブルート泣いとるわ。え、ブルート泣いてる？かわいい。ピグリンは？ピグリン別に泣いてないんだけど、プルートめちゃくちゃ泣いとるわ。なんだろう。ピエンって顔してる。ピエンブルート。うわ、ネザー要素あったわ。目がチカチカしそう。え、意味がわかんない。やっぱこのデータバッグ、なんで入れようとしたのかも自分でもわかんなくなってきたけど。はぁ、ちょっとエンドに来てみたんですけど、なんかすごい吐き気が3分つきました。意味がわからん。待って、エフェクト消しちゃおう。はい、エフェクト消しました。ちょっと、やばそうだったんで。とりあえず、エンドストーンが気持ち悪いです。あれ？エンダーマン、あ、
なるほどね。エンダーマンと亀のテクスチャが反対になっちゃってんだ。はーん。意味がわかんない。意味がわかんない。ちょっと待って。エンドラ、あーって言ってるけど、エンドラの顔が、当たり判定どうなってんだろう。あ、え、当たり判定はちゃんとあるけど。エンドラの顔が、ありません。エンドラの顔しかないのか。果たして顔なのかわかんないけど、エンダードラゴンは、そしてブロックでした。はい。以上です。最近ちょっと難易度を上げていこうって思ったんですけど、最近なんかね、縛りエンドラとか結構簡単にクリアしちゃうんで、難易度上げようと思ったんですけど、上げすぎました。ちょっと、今日の動画に関しては意味がわかんなかった。というわけで、ちょっとね、ちょうどいいものをまた見つけてやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。19時半から毎日配信中。よければ高評価、チャンネル登録お願いします。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。